おはようございます。マイとの対話へようこそ。今日は2018年11月13日火曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日のマヤ暦は金ナンバー19、人事を尽くして天命を待つ日です。第一の城の52日間です。260日1年の目標の種まきをしましょう。ちなみに私の1年間の目標は自分と出会った人の、自分と出会った人の素晴らしさに気づくこと、それから、出会った人が自分の素晴らしさに気づくきっかけになることっていうようなあの目標なんですけれども、まあ、これに対しての種まきを日々やっております。はい、それから、今白い魔法使いの13日間です。このテーマはですね、許すとか受け入れるとか、まあ、そういうことなんですけれども、これはですね、まあ、相手のことを許す、許せないことや許せない人を許すっていうようなあのテーマもありますけど、まあ、自分の欠点を許すとか受け入れる、これが最大一歩かなと思います。はい、それから今日は青い嵐の日なんですけどもね、なので、まあ、しっかりこう動いて人事を尽くしてやれるだけのことをやって天命を待つ日っていう風に、そんな日にしてみてください。音6の日なので、まあ、マイペースにですね、周りに流されず自分のペースでしっかりと、進む、でも周りはしっかりと尊重をしましょう。はい、今日はそんな日です。ぜひあなたのですね、このですねラジオの最初のあのマヤ暦の部分に関して、あなたのお役に何か立てればと思います。で、まあ、マヤ暦ですね、何かこう興味を持って学んでみたいなっていう方はですね、岩佐幸子さんのマヤ暦講座にぜひ受講されることをお勧めします。すごくおすすめです。はい、じゃあ今日の、テーマは豊かさの秘密です。で、昨日ですね、私は、お相撲を見に行ってきました。で、本当に正面のですね、すごく、正面のいい席で、末席だったんですけどですね、お友達にご招待していただきまして、生まれて初めてね相撲を見に行ってきました。で、もともと私ですね、子供の頃に昔はですね、テレビが1台しかなかったので、学校から帰ってくると大体おじいちゃんおばあちゃんがですね、いつも相撲合ってる時は相撲を見てたんですよね。で、結構一緒になって応援をしてて、なんか相撲の思い出っていうと本当におじいちゃんおばあちゃんとの思い出っていう感じで、で、その頃はですね、高見山、千代の富士とか、そうですね、そういう時期でしたかね。そういった人が活躍してる時期だったなと思いますね。30何年か前ですけどね。はい、で、私は本当に生まれて初めて行かしてもらって、で、今回ですね、そのいつ時々ねご紹介している湯浅高子さんのご夫婦にですね、実は招待していただいたんですね。で、いつも舞ちゃんお世話になってるからありがとうっていうことで、本当にですね、実はその席にはですね、お弁当とかね、お茶とかお酒とかお土産とかいろんなものがついて、それまでねいただいたんですけれども、高子さんが去年生まれて初めてねお相撲に行ったということで、すごくそれが生で見て感動したからぜひっていうことでですね、ご招待いただいたんですよ。で、
ちょっとこれからですね、今後ですね、ちょっと湯浅ご夫婦をですね、いろんなですね、ちょっとご紹介をしていきたいなと思ってるんですけれども、実は私がですね、時々お話してますけど、このお金と人生の勉強会っていうのをですね、湯浅ご夫婦にしていただいてですね、もう今年の6月ぐらいから、やってもらしていただいてるわけなんですけれども、ここでですね、学んだことをですね、またこれからもっともっとたくさんの方に、お伝えしていこうっていうことで、いろんな企画をですねしていこうというふうに思ってるんですけれども、今日はですね、その一つの豊かさの秘密っていうことで、お話をしていこうかなと思うんですけど、実はですね、湯浅ご夫婦っていうのは本当に豊かで幸せな人生をね送られているお二人なんですけれども、豊かっていうのは例えば経済的にも豊かとか、あとは人間関係が豊かとか、それから、時間がある、時間も豊かにある、そういうようなですね、すごく世界中旅行したりとかですね、そういうふうにすごく自由に豊かに生きてあるご夫婦で、多分ですね、もう本当に皆さんですね、会ったらすごくもう素敵なご夫婦なんで、私もですね、本当に初めて会った時からすごい素敵な方だなと思って、こうすごい引き込まれたというかですね、なんですけれども、このですね、豊かさの秘密っていうのをですね、お話ししていただいたりとか、実際にですね、生でお二人のことをですね見させてもらって、ありがとうございます。マイクの対話へようこそ。豊かさの一番のテーマがですね、お伝えしたいのがね、やっぱりこれは分かち合いなんですよ。ですごく分かち合うっていう気持ちがですね、もう本当に溢れてる、分かち合いの気持ちでは溢れてる。で、例えばですね、いいなって思ったことをですね、誰かにお伝えするとかですね、それも本当に分かち合いなと思うんですけど、例えばすごい素敵なお店とかですね、それから素敵なお店をお友達とか知ってる方にお伝えたりとか、それからそこにですね、お友達をこう実際にこう連れて行ったりとか、ご招待したりとか、そういったこともされてたりとか、あとはですね、人と人のご縁を分かち合うっていうのも、これが素晴らしくって、本当に素敵なお友達がいっぱいいらっしゃるんですけれども、そのお友達同士、素敵なお友達同士のご縁を自分たちだけでとどめるんじゃなくて、本当に次々にこう手渡して分かち合う、そういったですね、すごく分かち合いの精神っていうのが豊かさの秘密なのかなっていうふうにいつも見ていて、私も勉強をさせられております。で、この分かち合いが豊かさなんだよっていうことをですね教えていただいて、で、お金もそうですけど、お金だけではなく、いろんなもの、例えば時間とかもですよね、時間も自分のためだけじゃなくて、で、他の人が喜ぶために時間を使う、それも分かち合いですし、実際にいろんな自分たちが得た知識とかを分かち合う、学んだことを分かち合うっていうこともあるし、それをですね、とにかくいっぱい分かち合っていらっしゃるのかなと思います。で、豊かさっていうのは分かち合えば分かち合うほど増えるんだよっていうことをですね、教えてもらったんですけど、その分かち合えば豊かさが増えるっていうのは、本当に私はですね、もう目から鱗だったかなと思います。で、今日の、
テーマはですね、豊かさの秘密ってことで、まあ、結論から言うと分かち合うと豊かさは増えるっていうことでした。はい、今日も聞いていただいてありがとうございます。あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように、いつもあなたのことを応援しています。船越舞でした。また明日お会いしましょう。